江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。はい、今回はですね、ケイ君の小さなニュースの詰め合わせ、ジャンボリー以外の話題、こちらもですね2本目ということでお届けしていきたいと思います。さらっといきましょうかね。まず1本目なんですけれども、こちらですね、チョグクの娘、チョミンがですね、在宅起訴されましたよということでございます。はい、もうね、医者になる気もまあもうない、もうないんじゃないかな。で、 YouTube 上でですね、チャンネル登録者何十万人も集めて、で2時間勉強しているライブをしただけで90万円集まったというようなね感じで、もう YouTuber としてやっていくんじゃないですか。これ曲も出したしね。はい、ただこれ、ね、在宅起訴されましたよと。チョグク元本部長官の娘、チョミン氏を虚偽作成公文書行使や業務妨害などの罪で在宅起訴したということでね。まあこれでね、どんぐらいの罪になるのかね、ぶち込まれるのかよくわかりませんけどもね、ぶち込んだ方がいいよ。はい、じゃあ次行きたいと思います。こちら、ちょっとね古い話題なんですけども、ケイコクさんですね、また防衛装備品でですね不正がありましたよということで、ヘルメットでございます。将兵の命と直結した防弾ヘルメット数十億ウォン相当を契約しながら虚偽の品質結果書を作成するなど、警告軍のずさんな防弾物資管理実態が再び監査員の監査で摘発されたということね。で、陸軍本部と防衛事業庁は納品が先、検査が後を条件に43億ウォンの軽量防弾ヘルメット購入契約を完了した。で、まあ、その時点でちょっと親って感じなんですけども、監査員関係者は2021年中に納品されなければ関連予算44億ウォンが全て不要になる状況だったと話した。ああ。だから年度内までに使わなきゃってことですね。期限が迫る中で契約を締結したため、納品後にヘルメットの不資材不良品数千個が出てきた。で、前納品を受けたのも規定違反だったが、後検査はさらにずさんでした。陸軍軍需司令部は2022年1月から同年3月まで軽量防弾ヘルメットの完成品品質検査を遂行しながら、衝撃吸収力の測定値を確認できなかったということで、なんで確認できないんですかと。で、米国の防弾試験機関と警告の研究所に品質検査を依頼したところが、性能試験の依頼を誤っており、依頼を間違ったのね。衝撃吸収力のうち陥没深さ測定が不可能だという回答を得たということで、そのヘルメットがですねこちらでございます。こんなヘルメット、これです。はい、うん、はい、じゃあ次行きましょう。こちら、警告人のようになりたいですということで、2位は中国、1位はどこですかというところで、皆さんどこだと思いますか？警告人のようになりたいと言っている国が、2位が中国、1位はどこだと思いますか？はい、それではですね、見ていきたいと思います。こちら。ベトナムのホーチミン市で先週開かれたベトナムメディファームエキスポ、国際医療病院及び製薬展示会には、ソウルカンナム区から設けた広報展示館、ベトナムバイヤーの足が3日間絶えなかったということ。あ、ベトナムの話かななんて思うじゃないですか。ベトナムじゃないんですよ、これ。しょっぱ、まあ、なんか要するにこんな風に人気ですよって言いたいだけなんですよ。で、結論から言いますと、結論を先言いましょう。昨年の統計で見ると、カンナム区の国家別医療観光客は1位が米国なんですよ。で、2位が中国、3位タイ、4位日本、5位モンゴル、6位ベトナムの順だと。昨年の統計で米国人患者が意外な1位だったが、在韓米軍と駐在員、警告での治療を好む同胞の指標が多いと把握されたと。在米同胞が警告来て整形するんだ。
はい。で、新国はまだ回復傾向が遅いと。ベトナム、インドネシアなどの東南アジアやモンゴルなどは不法滞在問題などで、ビザが容易ではないということでございました。はい、ということでね、アメリカなんでね、はい、じゃあね、次行きたいと思います。韓日議連会長に懲役6ヶ月の実刑が判決されました。どうなってんだと。はい、この何なんだろうね。被告は2017年9月ノムヒョンですね、ノムヒョンの死をめぐり SNS に、ノムヒョン元大統領の夫人のコン・ヤンスク氏と息子が起業家のパク・ヨンチャ氏から数百万ドルの賄賂を受け取った容疑で検察の取り締まりを受けた後、夫婦喧嘩の末にこの奥さんの方が家出したと。その日の夜、一人残ったノムヒョン元大統領が自ら命を絶ったと書き込み、遺族から告訴されたという。あ、そうなの。そうなってくるとまただいぶ話変わってくるんですけどね。夫婦喧嘩で奥さん出てっちゃって寂しくて袋岩から飛んじゃったというふうに主張してるんですよ。で、遺族が怒った。まあね、これ事実はね、本人しか分かんないからね、分かんないですけどね。まあでもあれですよね、とりあえず歴史上というか、まあ、認識とし一般的な認識としては、検察の捜査に疲れてというか、そんで飛び降りたっていうんですよね。違ったっけ？多分だから結局あの検察っていうのを警告の野党は目の敵にしてるんですよ。ムンちゃんもそうですよね。検察の捜査権を完全剥奪したいって。なんでね、まあこうなってくるとちょっとまだ話はだいぶ変わってくるんですけども、どうなんでしょうかね。はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。